芝道子の肖像、芝道子元号元年12月26日は、当真の皇族、政治家、当真の第八代皇帝官、文帝の抜士で、第九代皇帝公、武帝の末帝、字母道子、はじめ老野王となり、ついで、海計王となる。兄の後部帝からの信任が厚く、政敵のシャンを追い落とすなどしたことにより、使と養衆士などの養殖を歴任した。 アニミカドを補佐していたが、やがて、アニミカドが酒に溺れて、政務を顧りなくなったため、実権を預けられて、宣権を振るった。しかし芝道子は暗具でアニミカド同様に主職にふけることも少なくなかったと言われる。アニミカドが、長高人により暗殺された際も、アニミカドの死因を調べず長高人に罪を問うことも、なかった。老いの安定の時には、逮捕となり、 未だ幼い皇帝の摂政として国政を取り仕切った。柴道子の側近に王国法がいたが、かつて道子は王国法と不仲であったにもかかわらず、政権を掌握すると、再び急行を取り戻して二人で権力を欲しいままにした。道子は、豪者を好む性格で国庫を傾け、側近の王国法は、北府軍の王教から軍権を奪おうと格索したため、 この先生に不満を抱いた、北府軍の王京と政府軍の陰中耐える、官元により反乱を起こされ、君足の間を除くことを名目で王国法の排除を要求し、みちこは要求に屈して王国法を惨殺した。だが王京は陰中たまらと共にみちこの排除も拡作し、北府軍と政府軍が健康を目指して攻めてくると、聖治の死は元あわに実権を譲って、 自らは酒に逃避した。以後は柴元県が先見を振るうが、やがて主食が過ぎた、柴道子は、高し安三年に病に倒れ、これを機に、人望も能力もない道子を排除しようとした元県の格策で、首都、洋州市市の職を解任されてすべて元県が引き継いだ。同年の孫恩の乱では慌てふためき、鎮圧するために、北府軍の劉老氏に出兵命令を下している。 元号元年3月、関元の反乱によって、健康が陥落すると柴元県は殺され、柴道子自身は捕獲される。そして安成軍に移送される途上、同年12月に暗殺された。死因は毒殺である。去年39。ありがとうございます。